宮古型巡視船は海上保安庁の巡視船の選球。分類上は PL 交渉船形は三千五百トン型。二千十二年九月の国有海港、尖閣諸島周辺海域における中国船による領海侵入等の問題が深刻化していた。これに対し海上保安庁では津軽型二隻国が味方十隻の平十二隻の巡視船によって 尖閣領海警備専従体制の構築を図っており、2016年3月には支援施設を含めて構築が完了した。しかしこのまも、2013年には従来4つが乱立していた中華人民共和国の海上法案機関が中国海警局として整理統合され、さらに体制の強化が進められるなど情勢は急激に変化していた。 2016年には、領海に侵入する中国漁船に伴走する形で、中国航船も領海に侵入する状況も出現し、さらに来航する航船も増加していた。戦術体制が完成した時点で、1000トン以上の巡視船の勢力において、すでに海上保安庁は中国海警局の半分程度となっており、しかも中国海警局はさらに増強を進めていた。 この情勢を受けて2016年8月24日に閣議決定された平成28年度第2次補正予算では海上保安体制の強化のため過去最大となる674億円が盛り込まれた。そしてこの時、尖閣領海警備体制の強化と大規模事案の同時発生に対応できる体制の整備を目的として計画された巡視船の一隻が宮古であった。 1997年に竣工して横浜海上保安部に配属されている伊豆とほぼ同大だが、同線が災害対応を重視した設計なのに対し、本線は領海警備を意識した汎用の巡視船と位置づけられる。線形は排水量型を採用した。船橋区画を拡大し、ヘリテレ、船テレ装置を装備して指揮統制能力を強化するとともに、 事案の長期化を想定して、十分な清水、食料などを搭載できるスペースも確保している。また、同時期に建造された PLH と同様に居住区画は、騒音高度に配慮して、配置や精神剤の活用などにより居住性の向上を図っている。速力25ノット以上を確保しつつ、経済性、低速連続航行適用能力も向上させるため、 低負荷機の燃焼を改善したディーゼルエンジン4機を搭載し、合計2万4千馬力を確保している。推進機は可変ピッチプロペラとなっている。並走として70合計 40mm、単装機銃2機を搭載するほか、遠隔放水銃、低線命令等表示装置、遠隔監視最小装置などを装備する予定とされる。また格納庫は持たないものの、後部は、 ヘリコプター乾板とされており、支援機能も備えている。なお、上記のように、PL としては大型で消耗品などの搭載スペースが広く、長期行動が可能であることから、将来的に本型のうち一席に、海上保安大学校の練習船を兼務させるか、あるいは本型をベースとして、現用の、小島の後継となる四代目、小島が建造されるとも見られていたが、 令和2年度第3次補正予算では、本型よりもかなり大型の5500トン型として、大型練習船の建造が盛り込まれた。ありがとうございます。